アルフォンソ・フェルナンデス・マニュエコは、スペイン・サラマンカ県サラマンカ出身の政治家、国民党所属。2011年から2018年まで、サラマンカ市長を務めた。2019年から、カスティリア・イレオン州首相を務めている。1965年4月29日、サラマンカ県サラマンカに生まれた。 父親のマルセロ・フェルナンデス・ニエトは1969年から1971年までサラマンカ市長を務めたフランコ派の政治家である。1983年には保守政党である国民同盟の青年部に加入した。サラマンカ大学で法学を専攻して卒業し、その後の2年間は法律事務所でインターンとして過ごした。1995年には サラマンカ市議会議員に就任し、1996年から2001年にはサラマンカ市議会議長を務めた。フワンビセンテエレイラが州首相を務めるカスティーリアイレオン州政府では内務大臣や法務大臣を歴任した。2003年にはカスティーリアイレオン州議会議員に就任した。2011年にはサラマンカ市議会議員選挙に筆頭候補として出馬し、 市議会議員に当選した上で、サラマンカ市長に就任した。2017年4月には、ビセンテエレイラの公認として、国民党カスティーリアイレオン州支部長に就任した。2019年5月のカスティーリアイレオン州議会議員選挙に出馬するために、2018年12月12日には、サラマンカ市長を辞任した。カスティーリャ・イレオン州議会議員選挙には、 筆頭候補として臨み、国民党は81議席中29議席を獲得して第一党となった。州首相指名投票では、シウガダ,ダノスの支持も得て、フェルナンデス・マニュエコが州首相に選出された。ありがとうございます。